昨日のことのようにあっという間ですね。まあ、あれからもうちょっとこれ3000本ぐらいになるんじゃないですか <laughs> ね。ねまあ多分来月このペースでまあまあ早いん多分来月で、まあ、次シリーズ行くんじゃないですか。ね行き行行かねえか。あ、行くか。来月で行きますね多分。 来月で100本ぐらいは言うできるでしょう。ねくぼさん <laughs>。やばないですかあ、そうそう、多分ね。あの、4月30日なんですよね。おそらくやったのが。2年前っすかもう。1年前えちょっと待って、1年ちょっと忘れちゃいましたね。え ?1 年前 ?2 年前か。2年前か。まあ、3000本ということは、まあ、1日2本ぐらいですかね平均。どうなんだまあいいや。 まあ、とりあえずですね、まあ、あの、オチとしては僕たちは億万長者になってしまうっていうオチになってしまうので、うーん、まあ、やるしかないですよね。うん。ただ、僕が思うことが、うん、まあ、今回のテーマはですね、今回のテーマは、あの、なんか、継続は当たり前だし、努力は当たり前だし、まあ、久保さんは努力と思ってないだろうし、僕も努力と思ってないですよね。 何だろうな当たり前のことをただやってるだけなんですよか稼ぎたいから集客しないといけないし稼ぎたいから商品作って売らないといけないしなんか努力じゃなくてビジネスをやってくれてるのは当たり前のことなんですよね例えば、まあ、会社で給料をもらいたいんだったら会社に出社するって当たり前じゃないですかなんかその会社に出社するっていうのが当たり前でなおかつもっと収入を上げたいんだったら会社に評価されないといけないじゃないですか ということは会社で何か貢献しないといけない、結果を出さないといけないって話ですよね。じゃあネットビジネスでも、やるのは当たり前で、なおかつ、じゃあ結果を出したい、売り上げを作りたい。であるならば、考えて改善して、人と差をつけないといけないですよね。だからなんかね、別になんか、特別なことじゃないんですよ。特別なこと。 まあ、だから多分ねわからないから特別感があるんですよ今までやったことがないから今からやろうとしてることが特別感があるというかわからないからなんだろうな難しかったり挫折したりでなんかあると思うんですけどだそれはずっと続かないしやれば覚えていくわけじゃないですかだからまず継続は当たり前にしていけばわかるようになるのでずっとわからないってことはあり得ます なんかずっと1たす1は分かりませんみたいな。どういうことみたいな、それ。<laughs> ずっと1たす1は分かりませんみたいな。ありえないじゃないですか。かやれば、勉強すれば理解できるようになるし、だから理解できるまでや,るやればいいだろうし。うん。だから結局何が優先順位なのかなって話ですね。僕の優先順位は自分が自由に生きるっていうのが一番の優先順位なので、その、ね、会社勤めしたくないですから。だからその分、やるべきことをただやる。 うん、でもそのやるべきことをただやるっていうのもある程度慣れてしまえば一日、んやろな。好きな時にやって好きな時にやるんで、まあ、僕はちょっとやり込みすぎてる部分ありますけど、まあまあ自由に暮らしていけますよ。うん。まあこの動画撮ることも別になんか、特別なことじゃないし、普通なんですよね。うん。 普通になるまでやればいいんじゃないですかね, <laughs> ねえ。はい、いってらっしゃい。